コール。コール。でも、もうお金がないんで。あ、マリンちゃん。あれ、マリンちゃん。いる？無言ベッド？レイズ。これはレイズ。あれ、ちょっと待って、マリンちゃんの声が、これソロ配信？ちょっと待って、マリンちゃんまで行かないでよ。ちょっと待って。ちょっと待って、マリンちゃん、その2ペア、無言で勝つじゃん。マリンちゃん。ね、ちょっと一人嫌だということで始まりました、ほんまひまわりのソロ配信ということで、本日はですね、ご視聴いただきありがとうございました。ポーカーフェイスはとても楽しいゲームでですね、こうやって一人聞き戦で一人喋り戦でもやっていける楽しいゲームなんですよね。ということでね、早さがフォールドしたということで、これはどうしたんですかね。じゃあコールしていきたいと思います。今はですね、関西の方でですね、お正月帰ろうと思ったんですけれども、このポーカーチェイス大会があるということで、もう1月の後半にね、実家に帰るということで、もう楽しみにしておりました。ここでコールです。そしてですね、関西ではですね、お雑煮を白味噌で作っておりまして、今昨日ね、一人で初めてお雑煮をお餅入れて食べました。そんなところで、これは無言の圧を感じるフォールド。やっぱでも8000、ああでもここでやっぱ勝負していくのが暇なのかなって。待って、これ暇が喋れてない？どうしよう。ちょっと待って、ディスコードに音入ってない。ええ、暇が入ってないから、ちょっと入り直そう。あ、おったおったおった。え、なんでいきなり喋れなくなったの？そこ月巻きじゃないですよ。え、もうお金がないんですよ。お金がない、どうしよう。でも行くしかないですよね。やっぱ行っていいのかな、これ。やばば、レイズですか？ひまわり先輩、あれ、ひまわり先輩どこ行ったんですか？ひまわり先輩、葉山の声しか聞こえないですけど、え、そういうことですか？いや、え、ひまわり先輩、ひまわり先輩、葉山の声聞こえますか？だったもんね、だって。いや、そう。いや、ちょっと。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、喋れない。まあ、もう解説できない。マジで、ちょっとすごすぎた、今の。急に浮気なきゃ。マジで。マジ
と円のつわいちゃってる。おお。さあ、おおが。クワセット。しかもおお釣りカード引いてるし。なんだこれは。なんなんだこれは。なんだこれ。何どうした。決勝。決勝。これ。あ、出会えた。出会えたかな。ちょっと待って。ああ。これ。おお、いいなそれ。よく見直したね。次は。一人でさ。何で。何今ちゃんが今ちゃった大人に来たあ、落ちたさあ、僕らは分かりました何にも見えない一人配信してた画面共有してください。画面つけてください。画面がないです。何もないですね。今こっちのマイク入れましょう。こっちのマイク入れましょう。こっちのマイク入れます。ちょっとだけさ数えてくんないタイム。これは2時間同じ。ありがとうございます。葉山さんどうでしたか。いや本当にもう気が気じゃなくて、はい、もう集中力がごちゃごちゃになりました。はい、そうですね。最後に声が届く、ひまわり先輩の声が戻ってきてよかったです。そこも大爆笑シーンではありました。同様にスタライクまでしてもらってね。びっくりしましたけども、お三方誰もなんかフォローにも来ないし、ごめんね。笑って息ができなくなった。爆笑シーンにもうひまわり先輩、あれひまわり先輩、こっちもねすごいもう倒れ込んでました。急に裏切られたみたいな。めちゃめちゃ面白かったですね。今回以上のなんかものを選んでました。